ちゃんいるかな。はーい。あ、みかんちゃん、私天宮まなみ。まなみさん、ちょっと待ってね。どうしたのまなみちゃん。みかんちゃん、暇なら遊ばない？夏休みの宿題やってたんだけど。こんないい天気なのにうちで勉強なんてもったいない。でも今日はすごく暑いよね。でしょ？だからプールに行こうよ。まなびちゃんとプールか。夏休みの宿題ならいつでもできるって。そうだよね。私用意してくる。なんとこれじゃ泳げないよ。今日は暑いからいつもより人が多いね。せっかく思いっきり泳ごうと思ったのに残念。そうだね。あっちのプールはあんまり混んでないみたいだよ。こっちはずっと泳ぎたい人専用のプールだよ。なんだ、最初からこっちに来ればよかったのか。まなびちゃん大丈夫？このプール水深が2メートルだから足が届かないよ。まなび式に問題なし。まなび式ってあのプールのロープに引っかかるやつ？あれは失敗しただけだよ。やっぱり？そうだよ。さ、みかんちゃん、一緒に泳ごう。私はダメ。あんまり泳ぐの得意じゃないし、それに足が届かないプールなんて。そっか、みかんちゃん、泳ぐの得意じゃないんだ。どうしよう。みかんちゃん、私が水泳の特訓をしてあげるよ。え？特訓？やっぱりみかんちゃんもより早くよりうまく泳げた方がいいよ。それはそうだけど。じゃあ決まりね。そんな。まずは水と親しむことだよ。それ。ダメダメ、足が曲がってるよ。
ちゃダメかな。本当？うん。これで私もオリンピック目指せるかな。あと10年も練習すればね。10年？か。オリンピックはともかくとして、学校の水泳大会で一等取れるように特訓しよう。そんな、まなみちゃんも忙しいだろうし。みかんちゃんのためだもん。私はいつでも付き合うよ。私の体は持ちそうにないよ。わあ、大丈夫？みかんちゃん。ごめんください。町会長さんいますかい？おお、ゲンさん。なんか俺に用って聞きましたけど。悪いね、昼間から呼び出して。それはいいんですがね。で、何かご用ですか？実はの、用があるのはわしじゃないんじゃ。え？おい、まなみちゃん、出ておいで。あ、はじめまして。私、西洋学園の生徒会長で、天宮まなみって言います。これは丁寧な挨拶で。俺は花火職人のゲンさんですよね。用があるってのは、もしかして。そうじゃ、この子じゃ。は？私たち、夏祭りを復活させるために町のみんなに理解と協力をしてもらっているんです。そりゃ、暑いのにご苦労なこって。それで、お願いします。夏祭りで打ち上げる花火を作ってください。町会長さん、夏祭りが復活するってのは本当かい？まだ決まってはおらんが、この子たちは頑張るというんでな。そうですかい。じゃあ、俺はこれで。ちょっと、ゲンさん。返事が欲しいのか？もちろん。お前さんの頼みを引き受けるつもりはない。これで満足か？そんな、どうしてですか？なんで引き受けてくれないんですか？引き受けるも何もねえだろう。小娘のままごとに付き合うほど俺も町の奴らも暇じゃねえんだ。ままごとなんかじゃありません。ままごとじゃねえか。おめえさんはまだ働いてもいねえ。働いてないから何だって言うんですか？つまりだ、そんな小娘に世の中ってもんが分かるはずねえってことだよ。承知しています。承知？みんな心の中では夏祭りに行きたいんだって。ただ誰も言い出さないから夏祭りがないままなんだって。そんなはずはねえ。そんなのはおめえの妄想だ。妄想なんかじゃありません。私は絶対に夏祭りを復活させてみせます。ほう、言いよったな小娘。なら夏祭りを復活させられるって証拠を俺に見せてみろ。わかりました、見せます。だから夏祭りが復活するって分かったときは花火を作ってください。ああ、できたらな。約束ですよ。さっきは勢いであんなこと言っちゃったけど、どうしよう。あ、まなび。あちゃー、天宮さん、待っていましたよ。え？園長先生。聞きましたよ。夏祭りを復活させようとしているそうじゃありませんか。はい、さっきも町会長さんのところに行っていました。
悪いことは言いません。直ちに中止しなさい。中止？どういうことですか？あなたは夏祭りを本当に復活させられると思っているのですか？もちろんです。そのためにみんなで頑張っているんですから。世の中にはいろんな事情があって難しいこともあるんですよ。それに失敗した時に傷つくのは他ならないあなたなんですよ。そうかもしれません。でも何もせずに無理って決めつけたら何もできないと思います。わかりました。もう少し様子を見ましょう。え、じゃあ。ただしこの件で問題が出たときは中止してもらいますからね。お疲れ、マナビ。災難だったな。でも園長先生の言うことも一理あるわね。メイちゃん心配性だな、メイは。でもこの調子だと無理のような気がする。そうだな。まずは行動あるのみだ。頑張ろう。お、聞いたぞ、お前ら。下島先生。下地がここに来るなんて珍しいじゃん。お前ら、夏祭りを復活させようとしてるんだってな。もしかして、下地も私たちを止めに来たんですか？逆だよ、逆。逆？お前らを励ましてやろうと思ってな。夏祭り復活、頑張れよ。下島先生。よし、帰りにアイスでもどうだ？ボーナスも出たことだし、おごってやるぞ。下島、太っ腹！アイスくらい楽勝楽勝。ママ、コールドストーン。なんだ、それは。駅前にあるアイスクリームショップですよ。1個5000円とかする超高級アイスがあるんだよね。1個5000円？下地のおごりなんだから遠慮なく食べるぞ。遠慮なくって、お前らな。行くよ、下地。うわ、これいけるよ。ボーナスが